パンパパンパンパンパーンいや、ジャパニーズのみんな、俺は世界で一番有名な男、ドナルド・トランプだ。似てるとか似てねえとか、本物に対して失礼だと思わないかまあ、それはともかくとしてだ、今、俺はバイデンのクソ野郎が仕掛けた不正選挙と戦ってる。ジャパニーズのみんなは 俺が往生際が悪くて「不正でー不正で!」って騒いでると思ってんだろところがだこんなのはマスコミが作り上げた完全なフェイクだええー、でも全然証拠ないって言われてるじゃないですか冗談じゃねえ証拠なら山ほどあるよ今日はちょっとそれを見せてやろうこれはペンシルバニア州で起こった開票状況だ この赤いのが俺の票、そして青いのがバイデンの票だ、この段階で俺はバイデンに70万票勝ってたんだよ、ところがだ、突然、俺の票がガサッと減って、同じ分、バイデンの票がガサッと増える、これが1回だけではなく、何回も何回も言ってるうちに、あら、バイデンの勝ち、はい、不正はありません、認めてくださいって認められるか。 こういうい話だだったりするわけだよドミニオンという投票集計機があるんだがそのドミニオンという投票集計機によってこういう操作が簡単にできるようになってたんだ。えー、でもドミニオンによってのそういう操作なんでフェイクニュースだってマスコミ報道してますけどみたいなことをね言うやつがいたりするわけだが。 フェイクのわけないいだだろうこういうこことが実際起きてるんだそしてドミニオンはインターネットからもいろんな形で改変もできるけれども単にだドラッグアンドドロップつまり俺の票の塊を捕まえてそれをバイデンのところにボーンと持っていくとその票がバイデンの票に移るような仕組みがあるわけだそれが行われてる証拠がこれじゃねえかってことだいいかこれは。 俺の幻想だとかって思ってるかもしれないけれども実はだドミニオンの機械のマニュアルにそれができるって書いてあるんだよそしてついこの間までそのマニュアルは誰でもダウンロードして読めた状態だ今は読めなくなってるなんで読めなくなってんだおかしいじゃねえか不正はこれだけじゃない例えばだドミニオンのサーバーこれジョージア州にあったサーバーだ これに対してシドニー・パウエルという弁護士がこれは証拠になるから誰も手が触れられないようにしてくれと裁判所に訴えを出したところが裁判所がその許可を出す前にそのサーバーは忽然と消えてなくなったんだよ怪しくもないのになんでサーバーを動かす必要があるんだ絶対におかしいだろうさらにだ ミシガン州でコルベックさんといいう人がいるこの人は長年選挙の関心をやり続けてきた人だ選挙の関心をずっとやりながら今回初めて体験したことがあるそれは何かというと投票数に少数点以下の数字が出てるっていうことを初めて体験したって言ったわけだ信じられるかアメリカの選挙って全部マークシートに記録するんだよ マークシートに記録するっていうことは小数点なななんか出るわけないよなじゃあどうして小数点が出たんだっていうと実はバイデンに投じられた1票は1.3票扱いにするトランプに投じられた1票は0.7票扱いにするそういう形でアルゴリズムを作って調整していたっていうことが分かったんだよ。 まさかそんなことまでやんないでしょってまあ思うよなところが数学者のアユドライっていう人がいてこの人がこの1.3秒扱いと0.7票扱いに形にしないとこの投票結果は説明できないっていうことを数学的に証明したんだよそしてこれらは彼らが勝手に言っているだけではなく彼らは先生供述書っていうものに ちゃんと署先生供述書っていうのはここに書いてあることが嘘だったら私はお縄にかかって10厳罰に処されても文句を言いませんというやつだでこういう先生供述書が各州ごとに数百ずつたまってるんだよどこに証拠がないんだよ証拠だらけじゃねえかそもそもジャパニーズのみんなは 俺がなんで4年前に大統領選に出馬するっていう気になったか知ってるか俺はフェイクニュースばっかりが流れフェイクで固められた中で政治が行われているこのアメリカの状況は根本的に変えないといけないと思った俺の選挙のスローガンにドレインズスワンプというのがあるドレインズスワンプっていうのは ドブさらいをしろっていう意味だ。ところがだドブさらいされたら困るやつは世の中にわんさつといるそいつらが権力握ってるそいつらはドブさらいされないようにどうしたか俺のことをあいつは頭がいかれてるという宣伝をまらまきそしてそのイメージはみんなの心の中に入り込んでるだろう。それが現実なんだよ ままあまあそうかもしれんけどさ俺っちさジャパニーズだしあんまりアメリカのこと関係ないんだけどまあ、そう思う人もいるよなだがなこれは笑ってられないんだよなんでかこのフェイクの構造で利益を生むっていうこの構図の中にチャイナが長年ずっと影響力を浸透させてきたからなんだ 今やそのフェイクの構図の中にチャイナはものすごく大きな地位を占めているだからこれを外すことに対してフェイクの野郎は断固として抵抗するんだよそしてアメリカにこういう形で手が回ってるっていう状態になっているのが日本に対して手が回ってないってお前ら信じるかそんなわけないだろうどどどどんどこどんこどこ中国に 知らない間に静かに侵略されてもう日本はかなり中国にやられてるんだよなめんじゃねえぞいいか本当になちゃんと目を覚まさないと俺たちの日本も完全にチャイナにやられてしまうんだよそういうところにおいて俺は今アメリカ大統領選挙を戦ってる俺が戦ってるのは俺のためじゃねえ いいか俺が戦ってるのは俺のためじゃなくてアメリカのためであり世界の民主主義と自由のためなんだそのことを理解して君たちも立ち上がってくれ GODBLESS America. GODBLESSJAPANGODBLESSTHEWORLDTHANKYU! o